って勝ちさえすれば大丈夫なところがあるわけじゃないですか、ね、24個のうち3つはもう分かってると。今17個だから、あとは24目指してんだから、あと4つだね。4つ分かれば、4つやったらハート増やしちゃって強くなった上でここの4つをいくというところさ。はい、という感じですね。さあ続けて話していきましょうね。まあなんかこっちの方にもありそうだよね。反対後ろ、こっちの方、うわどういうこと。あ、間違えた。ああどうすかなあ。ここはちょっと難しかったかな。ここ出るのが大変なとこでしょ。この寒いとこはいけねえし、もう一個ぐらいありそうなんだけどね。この辺、こっちの方とかね。とりあえずこれをピンを外して、一回ここ目指しますか、ここ。ね。あ、間違えた。ワープしよう。こっち側ちょっと、ワープして行ってみましょう。いけっかな。なんか難しそうだよね。反対側。難しそう。あと4つの祠で、ちょっと、事態が急変しますよ。事態が急変っていうか、ストーリー進んでいきますよ。うわぁ、いやーちょっと、ボヤが落ちてる方、怖いね。やべだし。狼みたいなのもいるし。いや、72とか普通になんか強そうだし。
こういうとこ登れっかどうかもわかんないしな。なんかこれ反対側、うわやめて、登るのかな、ここ登れんの、これぐらいなんで登れそうだよね。これぐらい登れそうだけどね。頑張れ。頑張って登ってくれ。登れねえのかよ。うん、登れと言って登れそうだけど、登れないかい？風が強いな。どっちも登れっとこねえかい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。